名で食べに来てます。素敵。いいね、最高。足立美術館に今来てます。めちゃくちゃ綺麗です。見えるかな。こっから本番ですね。苔には枯山水庭園かな、はい、ちょっと行ってきます。バイバイ。素敵。こっちもね、すごいんですけど、見えないな。あー、素敵。最高。見てください、綺麗。真っ黒なんですよね、珍しいです。で、そんなに入らないんですけども、昔の国宝のお城ということで昔から残されてます。12畳は5畳か、5畳のうちの一つとなります。ここは島根県の松江城ということですが、松江城、滋賀県の彦根城、兵庫県の姫路城、愛知県の犬山城、長野県の松本城ということで5つ、5畳のうちの一つが松江城です。はい、ここは結構ね、お話的に面白くて、ね、私は大好きなんですけど、物語とかがで、お化けが出ると言われてる、幽霊が出るっていうね、お城なんですけども、でも元々はここではなくって、あの昨日ね、足立美術館に行ってたんですけど、足立美術館の近くのところにお城があったんですよ。そのお城がこっちにも移ってきたっていうことで、松平家からこっちにね、堀尾家とか入ってます。京極も入ってた気がする。もうめっちゃ来たんですけどね、松江城は。どれぐらい来たんだろう、20回ぐらいは来たんじゃないかな。はい、仕事でバスガイドの時に来たんですが、アウトプット喋らなかったら忘れちゃいますね。はい、でよく仕事の時は一緒にこうお客様と登ってきたんですけど、いざこうプライベートで妊婦でってなった時は大変だなぁと、暑いなぁと思ってます。じゃあこれからちょっとカフェに行ってこようかなというところですね。松江城、素敵なお城です。ぜひぜひ来てみてください。